FM ギノワン、玉の花親のパイロットになろう。時刻は午前11時を回りました。こんにちは。パーソナリティのスポーツパイロット教官、金城健太郎です。この番組は、アメリカでエアラインパイロットとして活躍する玉の花親氏によるプロデュースのもと、飛行機が好きだ、航空業界に興味があるといった航空ファンの皆様はもちろん、航空業界で就職したい、パイロットになりたい、あるいはアメリカで就労ビザをパイロットとして取得したい、という夢を持つ方々へ有益な情報をお届けしようという番組です。放送を通じたコミュニティを広げていくことで、皆様の背中を押す一助になれば幸いです。コミュニティラジオ FM ギノワンでは、ギノワン地域 79.7MHz での放送に加え、インターネットでのサイマル配信も行っております。リスンラジオでは音声配信を、YouTube とツイキャスでは動画配信をご覧いただきますので、FM ギノワンのホームページよりごアクセスください。さて、アメリカ・ネバダ州ラスベガスより1時間の収録放送でお送りします。FM ギノワン、玉の花親のパイロットになろう。本日は番組プロデューサーの玉の花親氏がチーフ教官を務めるエアスマートエビエーションアカデミーで、渡米前の事前準備過程を進めていらっしゃる日本人訓練生候補のお二人にお越しいただいております。日本ではなくアメリカでプロパイロットを目指すきっかけや、スマートエビエーションアカデミーの特徴である時間と費用を最小限にするために実機訓練を始める前に今やっていること、そしてお二人の最終的なゴールなどについて1時間たっぷりと伺っていこうと思います。それでは2023年10月26日木曜日の FM ギノワン玉の花親のパイロットになろう。ぜひ最後までお付き合いください。この番組はエアスマート、エアスマートエビエーションアカデミー、見える本質、見える本チャンネル、以上3社の提供でお送りします。お知らせの後はゲストのお二人の登場です。はい、ということで、CM 入ります。硬いよ。俺も収録放送、やったことは、ゲストとして言ったことあるけど、出るの、自分で回すの初めてだから、ちょっと、時間の管理が、ちゃんとしなきゃなって感じですけど。今回の放送、まずお詫びから入るからね、先週の。そうだよ。そうだった。マリアナがそうだよ。リラックスしていただいて。別に俺、言葉は硬いけど台本読んでるだけだから。OK です。見える大丈夫です。映ってない。大丈夫。あと10秒。あ、そう、あと1分か。めっちゃ。後ろの映ってるけど、ここで、ここしかなかったから。アットホーム感が。ここで、リビングの私の家です。いや、なんかさっきバーチャル背景とか設定しようと思ったんだけど、そしたらなんか、多分俺ら小さすぎて、反応してくれなくて。皆さん、先週はすいませんでした、本当緊張してる、うん、大丈夫、OK、30秒です。なんで先にこれ受ける ?YouTube。アプローチ。今やんなよ。結構長いです。そうだけどさ。FM ギノワンより収録放送、玉の花親のパイロットになろう、番組パーソナリティの金城健太郎です。皆さん、まずはですね、先週の放送のお詫びから私入らないといけないんですけれども、先週ですね、実は、うちの、訓練機でロサンゼルスまで行っておりまして、で、何をしていたかというと、先週実は出演予定だったゲストの方をですね、ちょうど、その方が渡米する日でですね、
ロサンゼルスまでのこう航空券を買って、で、まあ、ロサンゼルスまではラスベガスからね、こう迎えに行くっていう、まあ、たまにやってることなんですけれども、まあ、その東京からロサンゼルスまでのね、彼女の飛行機が3時間以上かな、遅れてしまいまして、で、また荷物もたくさん積んでいるということで、かなり向かい風も強くて、遅くて、で、もう本当にもうね、一番出せる最大のスピードで、もうなんとか放送中には間に合うんじゃないかなと思ったんですけれど、すみません。ギリギリのラインを攻めた結果、間に合いませんでした。申し訳ないです。すみませんです。ノースラスベガスエアポート、最後戻ってきたんですけど、ファイナルでアプローチかけたときには、もう放送終了間際、あれもう56分、55分、56分じゃんということで、ね、焦りすぎて、ちょっとバウンスしちゃって、ゴーランドして、もう一回回ってきて着陸したのは、ちょっと内緒なんですけど、で、収録場所に到着したのはね、20時、日本時間の12時過ぎちゃったんですよね。ということで、先週は、代打で、以前 MC を務められた、稲葉さん、稲葉健太郎さんと、そして、まあ、ゲスト、本当はお二人とお伝えしていたんですけれど、最終的に、田津原さんという方、お一人で、56分ですね、引っ張っていただくことになりました。この場を借りて、お詫び申し上げます。本当にすいませんでした。そして、二人は、そして、番組をね、なんとか引っ張っていただけてありがとうございました。ということでですね、まあ、先週はね、田沢さんがゲストで、このエアスマートエビエーションアカデミーで、自家用パイロットを目指すというお話を伺いましたが、本日はですね、まあ、こちらの方が本題とも言える、アメリカでプロパイロットへ挑戦を主眼に置いた話をですね、先週放送予定していた、ゲストとに加えて新たなゲストをお迎えしてですね、リベンジ放送ということでお届けしたいと思います。本日は日本からアメリカでプロパイロットを目指して、エアスマートアビエーションアカデミーにて、実機訓練開始前の準備過程を進めていらっしゃる石川ひろなさんと内田ひろむさんにお越しいただきました。お二人本日はどうもお越しいただきましてありがとうございます。そしてひろなちゃん、選手はごめんなさい。はい。こちらこそ飛行機遅れてごめんなさい。いやまさかね、まさか本当に。ねえ、本当に定刻通りね、来てればね、もしかしたら間に合ったかもしれないんですけど、ちょうどね、今いろいろ不運が重なって、うん。私たちね、昼も夜もフライト見れて、本当にラッキーでしたね。はい、綺麗なラスベガスの夜景を見れて、ちょっとラジオには間に合わなかったんですけど、はい、超綺麗な景色が見ることできました。どうですか？そういうね、ちっちゃい飛行機からの景色って今まで見たことありました？いや、今まで、一応一回、カナダでロッキーマウンテンの上をちょっと見る機会があったんですけど、はいはい、こういうラスベガスの夜景とか、そういうのは見たことなかったので、本当に感動しました。ラスベガスの夜景ね、本当に特別ですよね。で、本当はね、もうちょっと時間に余裕があったら、まあ、体験操縦的なこともしてあげようと思ったんですけども、全速力で戻ってたんで、あんまり触らせることができなくてすいませんでした。今朝の時間も目前だったしね、申し訳ないんですけど。はい。まあ、ということで、まあ、平野ちゃんはね、今、ラスベガスに来て、こうまあ、いろいろ見学をされているということで、まあ、他のことも、ね、楽しんでいらっしゃるので、と思います。まあ、という話はさておきですね。じゃあ、お二人にいろいろ、今、パイロットを目指すにあたって話を伺っていこうと思います。まあ、お二人、パイロットを目指しているということなんですけれど、何かこう、それにつながるきっかけみたいなのってありました？じゃあ、私から。はい、どうぞ。いいですか？私はもともと沖縄出身で、お母さんが宮古島の出身だったんで、ちっちゃい頃から、なんだろう、月1ぐらいで本当におばあちゃんに会いに行ってて、でそこからこのフライトアテンダントに憧れて、もうちっちゃい頃ずっとフライトアテンダントになりたいって言ってて、女性がパイロットなんてできるなって思ったこともなかったんで、そう思ってて、そのうちにやっぱりもう飛行機に乗るのがもう月1ってどんどん慣れてきて、もう飛行機イコールおばあちゃんに会いに行ける乗り物みたいな感じになってそんな特別感がなくなって、で自分ももうこの中で仕事がしたいっていうのがずっとあったんで、そこからどんどんなんだろう、女性もできるよっていうニュースを見たり、そういうのを聞いたりして、あ、目指してみようって思いました。うん、本当から宮古に。そうです、そうです。あ、ね、結構乗ってるね、人もたくさん、地元の人もいるけど、毎月そう、本当に毎月ぐらいおばあちゃんに会いに行ってたん で、でお母さんもいろんなとこ、海外とかにも連れて行ってもらう機会もあったんで、そう、それでどんどん旅行に対する憧れもあったんで、いいですね。はい、そんな感じです。結構沖縄出身ゲストのあるあるなのが、こうね、石垣宮古とか、そういうところに行く機会が多いと、どうしても飛行機がね、すごく身近に存在になるっていう、まさにそのパターンだったんですね。そうです。ああ、ありがとうございます。ひろむくんはどうですか？私の場合、すごい単純な話で、はい、父親がよく海外出張に行ってまして、その時、
何々今日乗ったよとか、小さい頃よく話を聞いて、それで父親からパイロットになったら、おはようございます。いいんだぞ。すごい英才教育ですね。それで目指す機会になりました。はいはい、結構あれですか、なんかお土産とか持ってきてくれそうですか。そうですね、結構海外のお土産とか、飛行機の中で買って何買ってやから、はいはいはい、なんか自分でついていったこととかあんまりそういうのはあ、そうなんだ、だからもう話だけ聞いてすごいこの憧れというか、そうですね。なるほどなるほど、ありがとうございます。まあということで、ね、あの、まあ、皆さんそれぞれね、パイロットにっていうこう職業を身近に感じる機会っていうのはあったということなんですけれど、じゃあ、まあ、そういった、この自分の、あ、こういうふうになりたいな、将来っていうのがあった上で、今、どのような道を選択されていますか？そしてその理由は、そうですね、そのパイロットを目指す方法って、まあ、様々あるじゃないですか。とりわけね、最近日本国内でも、こう、いろいろ、次第とか増えて、選択肢とかいろいろ増えてきた中で、なぜお二人は今、まず何を、どういう道を選ばれて、で、それを選ばれた、まあ、決め手というか、そしてなんで、このアメリカっていう、まあ、ある種のね、あの茨の道といいますか、で訓練しようと思ったんですか？私は、もともと航空大学校に行こうかなって考えてて、はい、日本で4大にも、航空大学校って4大か、この短大の資格がないとまずアプライできなくて、でそこで最初にじゃあ日本の大学に行こうってなって、そこで4大を卒業して、でその時に、その途中2年生ぐらいの時に、この工大のこの勉強方法とかいろいろやってみたんですけど、やっぱり自分の中でなんか日本で飛ぶっていうのもいいけど、こういう玉那覇さんとかと出会ってみて、なんか海外っていう手もあったんだってなって、そこからまた海外を調べるようになって、で私はもともとこの基地とかも沖縄あったんで、このアメリカ人に対する憧れが本当にちっちゃい頃からあったんで、アメリカでもチャンスがあるなら自分もアメリカでやってみようかなってずっと思ってて、でその時にこの玉那覇さんがエアスマートっていうのをこの就職先としてこの提案してくれて、このプログラムも作ってくれて、これはもう本当に整ってるし行くしかないと思って、今私はこのネバダ州のエアスマートでパイロットを目指そうかなって思いました。じゃあ もちろんパイロットになりたい気持ちもあるんですけれど、このアメリカっていう要素がすごい大きかったんですかね。はい、そうです、うん、なんか日本もやっぱりいいんですけども、いろんな日本人のパイロットに会ってみて、で話してみて、うん、でやっぱりなんか働き方とかこの自分の性格的に、うん、やっぱりアメリカの方が合うのかなって思って、うん、そうアメリカで挑戦してみようって今思ってます。なんかすごいアメリカの方が合うっていうのは、僕もね知り合ってしばらく経つんですけれど、すごく実感しているところではあります。はい、ヒロム君はどうですか？私の場合まず、うん、そうですね、まあ日本でも海外でも、まあ、パイロット、なんていうのかな、パイロットには、まあ、どっちかになろうと思ってたんですけど、日本の場合、まず、そうですね、身体検査がものすごく厳しいということで、うん、私ちょっと目が悪くてですね、うん、で、日本だとちょっと厳しいかなということで、うん、アメリカなんですけど、まあ、そのアメリカを選ぶまでさらにちょっといろいろありまして、うん、まず私、まあ、パイロットにはまず英語が必要だということで、うん、私、高校カナダの方へ行きまして、3年間、高校。3年間そんななんか単発の1ヶ月のランタってるわけじゃなくて。そうですね。3年間。まあ、海外に、まあ、それも理由なんですけど、パイロットになるっていうのも、まあ、一つの理由だったんですけど、うん、まあ、身近ってか、周りに結構、海外にの学校に行ってる方がちょっと多くてですね、うん、それで私も行こうかなと思って。うん、で、はい、カナダの高校にいるときに、大学どうしようかなと調べてるときに、うん、まあ、まずカナダの、その高校、大学行くのも一つだったんですけども、うん、調べてる間に、まあ、玉那さんのあれで、サイトで、いろいろ知って、まあ、アメリカを持てるなということで、うん、アメリカのエアスマートを選択して、うん、まあ、最初はちょっと見学、1週間ぐらい見学行って、まあ、いろいろさらに詳しい話を聞いて、はい、日本人もいて結構環境も整っているなって、いきなりカナダで知らないのも周りの状態で始めるよりは、うん、まあ、アメリカで結構育ってる状態がもう結構育ってる状態で始めた方がストレスないかなって思って、うん、なるほど。それだけカナダ3年前に行った時は何も揃ってないそのことですか。なるほどね。まあ、ここに来ればそういう思いはしないだろうというのを含めて。ありがとうございます。そうですね。まあもちろんね、日本で最初パイロットになって、まあそれが一番メジャーで、確率の高い道だと思うんですけれど、そこからさらに海外に行くっていう人も多いんですけれど、まあもうここにいるお二人はもう今すぐ海外、アメリカに飛び出したいという気持ちが
強かったようですね。ありがとうございます。はい。ということで、今、二人は、このエアスマートエビエーションアカデミーの、コースで、まあ、実機訓練をね、今後ということで、まあ、まずは、こう、実機訓練前の準備過程を、終了ということで、さっきも言ったんですけど、平野さんは今、まあ、日本にお住まいで、なので、大学は卒業されてるんですよね、日本の。大学は卒業しました。はい。はい、で、3月に卒業して、うん、今、うん、あの、沖縄で働いて、うん、って感じで、ここ1週間、今、遊びに来ています。ありがとうございます。で、ヒロム君はですね、その今年の、夏にカナダの高校を卒業したんですよね。なので、まあ、もう日本に一回帰るというよりは、もう直でこっちに来ちゃって、そうですね、もう TSN に入学しちゃってということで、あのまあ、ちょっとあのイレギュラーな形になるんですけれど、まあ、まずは、準備過程を同時に、まあ、お二人です。まあ、お二人以外にもいるんですけれど、まあ、この二人でも進めているということになります。さあ、ということでですね、じゃあ今言ったその実機訓練前の、準備の過程、このカリキュラムってどのようなことを学習していますか。あのエアスマートエビエーションアカデミー、ちょっと補足しますとですね、エアスマートエビエーションアカデミーではこう日本から来る生徒はあのカリキュラムとしてもう設定してあるんですよね。で、あの日本でもうできることをあらかじめしてもらおうということなんですけれど、じゃあ、まあ、特にひなのちゃんは日本でそれやってると思うんですけれど、実際どういうことをやってますか。そしてどういう形でやってますか。私はですね、あのグレイムっていう教材を使って、はい、自分でグライムですね、グライム、すみません、はい、グライムっていう教材を使って、あのお家で自主学習っていう形でやっていて、うん、で、そのグランドスクール、PPL のグランドスクールをやってて、たまにこの訓練生同士で、このズームとかで自分が勉強したところを、この言い合ったり、あと最近は、あの、タンクさんっていう方が、この勉強会を開いてくれて、このどこどこの、どこどこを一緒に今週勉強しましょうって感じで、みんなで、あの、意見を言い合ったり、あの、わからなかったことを、この、質問したりする感じで勉強を進めています。ありがとうございます。今 PPL とおっしゃいましたけど、プライベートパイロットライセンスですね。はい、そうです。の、まあ、座学と、そして、あの、座学以外にも、あれですか？じゃあ、実際の飛ばし方とか、そういうのも勉強してるんですか？そうです。なんか、シミュレーターを買って、で、うん、この、なんていうのあれ、シミュレーターを買って、あの、うん、実機訓練の練習もしています。うん、シミュレーター、そうですね。なので、シミュレーターで、こう、まあ、あまりこうね、実機の感覚、まあ大きいシミュレーターとは別ですけど、ちっちゃいシミュレーターって言ってもあれなんですけれど、こう手順とかね、そういうのを、はいはい、まあ、しっかり身につけてから行こうということですよね。ありがとうございます。ヒロム君もやってるんですよね、CS に通いながら。そうですね、うん。私の場合は、あの、ここに来るの急遽決まったんで、事前準備っていうのはあまりできてなくてですね、うん、こちらで来てからワンという形で教えてもらっています。うん、はい。まあ、ある種の事前の期間ですよね。そうです。はい。ありがとうございます。ということで、まあ、PPL だけじゃなくて、この後、インストゥルメントも始まりますよね。そうです、正規機構の。うん。始まります。ということで、自家用の家庭、プライベートパイロットの家庭と、ケーキの家庭、インストゥルメントの家庭をですね、グランドスクール、座学と、あとは、フライトは、まあ、日本ではちょっと実機で、N ナンバーの飛行機がないのでね、うん、あの、シミュレーターで、少しこう、体を慣らしていくということで、まあ、それだけでもすごい大きな違いが生むなと思ってるんですけど、さっき言ったように勉強会とか開いてるって言ってましたよね。うん、結構やっぱりそういう、なんていうんですかね。日本に、まあ、今これからアメリカに日本から行こうと思っている訓練生同士でのこの関わりみたいなのもあるんですか？はい、結構ありますね。うん、なんか、やっぱり訓練生同士で、うん、なんか高め合えないと、うん、あの、うんうん、正直一人でやるって本当に、量も本当に多くて難しいので、うんうん、やっぱりみんなでちょっとやる気なくなった時とか、うん、ちょっと最近やる気がないから一緒に勉強しようとか話になって、うん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 、で、みんなで本当に助け合いながら、勉強してる感じです。うん、ありがとうございます。なんか例えば具体的にどういう最近どういう勉強したとかってありますか？最近はですね、最近はこのみんなでユニット1、うん、もう一回最初からちょっと復習してみようってことで、どうやって飛行機はあの飛ぶのかとか、うん、そういうやっぱ基本的なところから、うん、そうやっぱりどんどん進めていくとやっぱりやってきた内容も忘れてくるので、そうですね、もう一回復習しようってことで、うん、それを勉強して、また英語で言う練習、その説明、うん、オーラルとかそういう試験に向けて英語で言う練習もみんなでするように心がけてます。うんうんうん、ことはね、あの学習自体はね、結構ウェザーとかその辺のすごい深いところまで進んでるんですけど、うん、そうなると最初に学んだこうエアロダイナミクスの部分とか、ね、忘れちゃいますよね。はい、なんか僕もなんかたまに復習しないとこうね、インストラクターとて抜けていってしまう部分あるんですけれど、まあ、それをこうね、うまく、ね、ヒロム君も含めて勉強してきてるかなっていう、それはすごくいいかなと思います。他にどうですかね、実際どれぐらい普段勉強時間かけてますか？まあ、もちろん、さっき言ったようにひなちゃんはバイトもあったりとかね、で、ヒロム君は CS 通いながらなんですけれど、それ以外の時間とか使
られてます？はい、結構もうバイト終わった後とか、うん、始まる前とかにもう本当に時間を有効活用して、うんうんうん、空いてる時とかに勉強してて、携帯でも教科書を見ることができるので、その待ち時間とかにチラッて見たりするように私は心がけてます、うん、すごいデジタルネイティブですねいいですね、確かに、うん、こうね、端末にも入れちゃう、はい、重い本持ち歩く必要ないですよ、ね。まあ、さっきちょっとちらっとグライムって話出たんですけれど、こうなんか教材買ったりとかしたんですかね。グライムは、うんうん、玉那覇さんが買ってくれて、それをアメリカから送ってくれて、うん、それは電子版もあって、この本バージョンもあるので、両方で見ることができるって感じのいい教材だと思います。何が入ってました、中には。中には結構本当に6冊ぐらい入ってて、うん、その中にはこのハンドブック、うん、で、このマニューバーの本、で、なんだっけな、他には、マニューバー、で、FAR?FAR FAR ですね。FAR、はい、で、あと、2冊ぐらいあったんですけど、そう。シラバスとかも、多分ね。シラバスとは、そうそう、一番大事なシラバス。それを持ってきた。そうです、そうです。そうですね。シラバスも入ってます。うん、あの本当にこう学習に必要なもの全部揃ってるキットを、まあ、一通り買って、はい、あの、まあ、まあ日本にいるときにね、うん、あの自分で買って、で、あの日本に送れてきたということなんですね。で、本当に揃ってるからいいですよね。はい、シミュレーターもそれに入ってるんでね、うん、そう。シミュレーターはこれどういうあのコースになってるんですか？シミュレーターはですね、うん、あのちゃんとシラバスに沿って、うん、この一つ一つ、このシミュレーターしながら上の方にあの文字が出てきてくれて、それに沿いながら、うん、この従いながらこのシミュレーターをするって感じで、本当に多分実機で隣にこのインストラクターがいるみたいな感じを味わうことができると思います。はい、ね、すごいですよね。僕もちょっとあの今こんなものが、しかもこうなんかそういう設備があるとかじゃなくて、なんか自分で買って自分でエクスプレインにインストールできるんだと思ったんですけど、うん、このね、あのコンピューターの先生がついてるっていうのが、まあ、こう自学 自習できるっていう点ではすごい有効活用できるかなと思います、ね。はい、ということなんですけど、まあ、さっきからこうね、自主学習って言ってたんですけど、ただそれだけだったらね、こう、どうしてもね、勉強内容がこう、うまく飲み込めなかったり、あるいは、こう、自己流で覚えちゃって、なんか違うふうに覚えたりってしちゃうこともあるかもしれないんですけれど、それってどういうふうに今、補ってますか？自己流にならないために、こう、インストラクターと時間を取って勉強したりすることもありますか？そうです。うんうん。今、ぼーっとして大丈夫緊張してんの？収録放送だけど、生じゃないよ、大丈夫。寝不足で今日寝てないんで、もうあっぼーっとしてて。ごめんなさい、話しておきます。すいません。だからその自分で勉強するのに加えて、こう、あの、ね、僕、まあ僕もちょっと玉みたいなもんなんですけど、私も教えてるんです。あのね、とか稲葉さんとかに、あのどういう、こう、セッションをあのやったりしてますか？セッション？勉強とかのね。そうです。まあ、まあ、なんていうの、まあ、普通にグレイムの、まあ、白羽さんに沿って一緒教えてもらっているんですけども、うん、はい、そうですね、でも、なんていうのかな、まあ、その本に書かれ、あの、その白羽とかハンドブックに書かれてる内容よりも、実際に教えてもらってる方が、うん、やっぱり、まあ、内容的にすごい理解できるので、うんうん、いい、結構、そうですね。うん、自分は結構あれ恵まれてるっていうか、まあ、事前にあれなんで、はい、してるんで、はい、そうやってこう勉強していく中で、じゃあ勉強ができてるかどうかの確認っていうのをされるんですか？たまに自分で、その、ハンドブックっていうか、まあ、そのグレイムについていた、まあ、テストをする、うん、まあ、自分でテストっていう確認という部分できるノートがあるんですけども、まあ、それで、ちょくちょく自分でテストしたりもしていますけども、うん、まあ、全然あんまり、あんまり言ってないです。みのんちゃんどうですか？私もこのグレイムの良い点として、このユニットごとに一つ一つこのテストがついてるんで、それを何回も復習したりして、また間違ったところを教科書で見直して、で、またあの確認するっていう形で、そう補うようにしています。いいですね。そう、まあ、問題集も解いてるということで、いいですね。そうです、そうです。そうですね。はい。なので、リーティングテストっていうのがね、まあ、筆記試験ですよね。あるんですよね。まあ、それも、もちろん全てではないんですけれど、それも、うん、並行して、勉強しているということで。まあ、それ以外に、こう、オーラル対策というか、まあ、ちょっとこれ、後で話そうと思ったことなんですけど、先にちらっと言うと、こう、実際の試験を受けるに、チェックライドを受けるに立って、まず、リテンテスト、筆記試験を合格して、で、その後、オーラルって言って、口述の、試験も、まあ、その後、実機と続くわけなんですけれど、うん、まあ、それも、こう、対策できるように、ある種、こう、自分でこう勉強した内容を言えるかどうかっていうのをチェックも、うん、インストラクターからしていただきますよね。で、最終的にこう、
あの、大ボスの玉縄さんからステージチェックだとか、うん、あの、まあ、模擬、最終的にはね、アメリカ来る前には、あの、最終的なこの、模擬オーラルと、まあ、フライトシムになっちゃうんですけど、うん、まあ、模擬のチェックライドみたいなのをやって、それで受かったら、もうこっちで訓練生になっていいよ、アメリカ来ていいよっていう、このね、あの、段階を敷いてるわけですよね、安松エビションアカデミーでは。ありがとうございます。なので、そうですね、まあ、実は私もあの、2年前かな、3年前かな、そうやって日本で学習して、それをあの、玉縄さんの、あの、玉縄さんの DP もやってたんでね、試験科もやってたんで、それの、そうなんですね、昔ね、あの、彼の棋士時代に。なので、それの、まあ、模擬の、チェックライドをこう、こなして、こんなに、実際の試験は大変なんだと、その時初めて実感したんですけど、2時間ね、こう、詰められて、で、私がこう、いや、これはこうで、これはこうでってこうね、まあ、実際の試験もそうなんで、ちょっと心してほしいんですけど。はい。それをこなして、じゃあ、アメリカ来たらもうすぐに、パワーってこう、次回を聞き取れるよねっていう、そんな感じで、できるように、こう、事前学習をしております。はい。ということで、まあ、ちょっとすみません。テロップとね、若干、内容被ってるかもしれないんですけど、この事前学習カリキュラムのですね、教材については今、グライムっていう、この、まあ、キットがあってですね、それを購入してますという説明をしました。そして、費用とか期間とかその辺も伺いたいんですけれど、ひろみちゃんいつこうアメリカに来て実機訓練始めようって考えてますか？今ちょっとバイトと並行しながらなので、はい、読めない部分もあると思うんですけれど。そう、もともと本当に私は12月に来る予定だったんですけど、やっぱりやってみて量も多いし、うん、まだもうちょっと日本で勉強したいって思ってて、うん、なのでこのちょっと期間を延ばして5月に渡米できたらいいなっていう形で今は勉強しています。うん、なので、こう、ね、今本当に学習、しばらく前からね、頑張っておられたんですけれど、はい、まあ、やっぱり日本で、もう少し勉強してからアメリカに出ようと。こう、まあ、ね、よくある失敗例が、こう、何もね、準備せずに、何も情報もあまり少ないままアメリカに来て、で、結局、こう、時間とかお金とかが溶けていって、まあ、途中でうまくできなかったっていう計画立ってないと、そういうことになっている方も、まあ、いるとはお伺いしているので、まあ、それがないように、こちらではしっかりサポートして、アメリカに来るようにしようということで、まあ、ひなのちゃん5月。そう、ちょうど、グランドキャニオンに行った時に、はい、この稲葉さんに少し操縦してみていいよって言われて、で、そのチャンスがあったんでやってみたんですよ。はい、そしたら、やっぱり日本でこのシミュレーターを練習してたからか、なんか、簡単ではなかったんですけど、感覚がつかみやすいっていうか、本当に、だからなんか、本当に稲葉さんが言ってることが、なんかこの分かってるっていうか、うん、だからそれをなんかできたんで、やっぱり事前準備の大切さを本当に感じたんで、うん、もうちょっと日本、やっぱりアメリカに来るとお金もかかるし、うん、なんだろう、このビザの関係とかもあるんで、うん、やっぱり日本でもうじっくり時間をかけて、本当にアメリカに来てから、ちょっとスピードアップしながらやるっていう形を私はもう取ろうってあの時に決意したので、うん、その本当にあの経験は本当に大きかったですよ。私、そう、本当にあれは、あ、そうだったんですね。ありがとうございます。でも、あれですか、スウェータンレベルからクライム、ディセント、ターンとかいろいろやらせてくれたんですか？そうです。ああ、よかったですね。ちょ、グランドキャニオンの話もしてください。グランドキャニオン、そう、グランドキャニオン。私も聞いてない話なんで、うん。そう、私が来たからグランドキャニオン行こうっていうのをちょっとお願いして、稲葉さんに、うんうん。で、稲葉さんが、そしたら、ちょっと今、このエアスマートにある飛行機が2機ダウンしてるんで、うんうん、どうしようかってなって、やっぱりアメリカらしい、本当に友達に飛行機借りれるか聞いてみるっていうことで。まさかのね。そうです、そうです。うん、そしたら、この方がいいよって言ってくれて、で飛行機、セスナー172を借りることができて、はい、でみんなでね、ヒロム君もね、一緒に初のグランドキャニオンに行ってきました。どうでした景色は。もうやっぱりね、綺麗でした、ね。超綺麗で。やっぱり上から見る景色も綺麗だったんですけど、飛行機降りてからこのグランドキャニオンのツアーのチケットを買って近くまで見ることができて、この塀もなくてね、本当にめちゃめちゃ綺麗でした、自然は。なんかこうアメリカの航空業界のなんか醍醐味というか、こういうこうね、まあもちろん日本でもやろうともできるんですけど、どうしてもこういろんな手続き面とか費用面、そしてね、いろいろハードル高いんですけど、アメリカはもっとね、こう、うん、気軽にね、借りる、そして行き先もたくさんあるっていう、この環境の中からね、誘ってね。そう、稲葉さんもなんかみんなはもう車で帰ってるのに、俺たち飛行機かっこよくないとか言って、上からなんか手振ってました。いや、本当にかっこいいと思います、いいですね、本当に、はい。ありがとうございます。なので、こう、始めたのは何月でしたっけ、実際にこう。始めたのは、ちゃんと始めたのは5月からです。5月。なので、まあ、およそ1年ぐらいかけて、はい、最初は半年ぐらいのつもりだった。はい。なるほど、ありがとうございます。ヒロム君は今 CSN に来て、まあ、CSN で勉強しながら、
探知機訓練入ってもいいけど、まだ座学の方があんま進んでないので、そちらは先にいいですね。まあ、ちょっとこっちの生活に慣れるって含めて ね、やってる感じですかね、はい。ありがとうございます。私もね、事前準備。私はこう、まあ、バイトとかせずに全部やめて、うん、缶詰合宿の招待でやったので、なんとか3、4ヶ月で終わったんですけど、やっぱりこうね、何か他のことしながらだったら、半年とか1年ぐらいかかるかもしれないんですけれど、ただアメリカでやっぱ生活するってなると、今、まあ、円安ですし、うん、物価高。まあ、ね、時期によってはこうアメリカで訓練したら圧倒的に安いよっていう状況だったんですけど、うん、今必ずしもそうとは言えない状況じゃないですか。うん、その中でやっぱりこうアメリカでの出費っていうのを最小限にするためにこう完璧に準備ができてから渡米するっていうのをまあやってるということで、はい、ありがとうございます。そしてその準備が終わらないと安又エビーションアカデミーにもうそもそも入学しないよっていう。そうなんですよ。玉野さんのパスがないと入学できないので、そうあとやっぱり英語も本当に大事ですよね。ここに来て、うんうん、やっぱり元々私はこの沖縄のこの基地の中で働くっていう、うんうん、働いてるので。うんちょっと慣れてたんですけど、やっぱり本場のアメリカ人を相手にするとまだ緊張することがあるので、もっともっと英会話の面を伸ばさないといけないなっていうのを実感しています。そうですよね。なので事前学習とは言いつつもこう、まあ、飛行機の勉強だけじゃなくてアメリカでこう訓練して生活もして、うん、就職もしてってなるとやっぱり英語力絶対必要ですよね。絶対に必要だと思います。どういうふうに勉強されてますか？私はこの映画とかを見て、うん、独り言を常に言って、うん、であとはやっぱり友達とかやっぱりこのなんだろう、勉強する英語とやっぱり会話の英語って私は違うと思うので、本当に積極的にこのアメリカ人の友達に話しかけに行ったり、うんうんうん、そう分からなかったら、今の単語どういう意味とか、私はもう分かったのに分かってないのに分かったふりはもうやめようと思って、本当に何でも聞くようにしてます、本当に。めちゃくちゃ偉い。うん、そういう感じで私は勉強しています。はい、やっぱ会話口調の英語もね、なかなかこっちで生活するっていう意味では大変だと思うんですけど、はい、もちろん授業とかもそうなんですけど、うん、やっぱ教科書見ると、すごくアカデミックなね、英語が書いてあるじゃないですか。はい、それとかはやっぱりこう、今まで、ね、まあ、僕はちょっと知ってるんであれですけど、こうね、大学でも英語の勉強とかもして、はい、上で結構培われたものっていうのはありますか？はい、結構なんか、読む英語はやっぱり難しい単語もあるけど、うん、でも、なんとなく一応読むことで、うんうん、わからないのがあったらすぐ辞書で調べてっていう感じで、うんうんうん、でもやっぱ会話って本当にもうこの流れていく感じなんで、本当にわかる、止めることもできないじゃないですか、この本みたいに。うんうん、そうだからちょっと会話は、この訓練がもっと必要だなって私は感じてます。ありがとうございます。昨日はね、一方で、もう高校ずっと英語好きというか、すでに生活の中で英語を使ってた3年間あったわけなんですけれど、どうですか？なんかそれが経験生かされてる、まあ、まだ来てね、数ヶ月ですけど、まあ、今生きてるなって思うことはありますか？そうですね、まあ、あっちも、まあ、カナダも、まあ、英語圏、まあ、英語とフレンチ、まあまあ、フランス語なんですけど、まあ、どっちかというと英語の方だったりとか。なんで、そうですね、普通に学校も英語全て英語で、なんでこっち来た時は、はい、大体はもう全て理解という感じでしたね。ということはですよ、お二人でこのレベルなので、やっぱりこう事前準備、英語をしっかり準備してくれるってことも相当、まあ、もちろん教科書を進めるってもそうなんですけど、大事、英語もすごい大事な要素だなって皆さん思いますよね。はい、ありがとうございます。そしてこの事前学習のカリキュラムってエアスマートと契約してるわけですか、お二人は？そう、FSO の、うん、エアスマートになるんですかね、うんうん、今はそうですね、一応エアスマートの、まあ、在籍というか、はい、形上ではなのでエアスマートにこうお金を払って、でエアスマートからこう、そのね、事前学習の座学とかシミュレーター訓練をこう提供してもらっているということですね。ありがとうございます。ちょっとさっきこれ1個だけ話題出し忘れたんですけど、じゃあこう自分で学習する以外に我々教官から教えてもらうということで、はい、ひのちゃん日本にいるじゃないですか、はい、そういう時ってどういうふうにやってるんですか、アメリカと？テスト、チェック、ユニットが終わるごとに、一個一個このテストをしてもらうんですけど、うんうん、で、CFI のこの稲葉さんとやるんですけど、うんうん、まず先に連絡取って、いついつやりたいですっていうのを連絡して、で、そこから日程を決めて、うんうん、で、一緒にズームやら、うん、このインターネット上で、顔合わせながら、この英語で、やる、このチェックをしてもらっています。オンラインでやってる。オンラインこれもあれですね。なんかまあコロナの怪我の巧妙というか。本当ですよね。そうですね。エアスマートとしてもこう、まあ僕は実はね、コロナ前にちょっと事前準備始めたっていう関係もありまして、日本でこう対面でやってたんですけど、まあそうするとね、日本でもこう人を置かないといけないし、まあいろいろこう、いろんな調整が大変なんですけれど、うん、やっぱりこうやって現地で生でこう、アメリカ人も教えている教官から、まあ、オンライン上である、画面越しであるんですけれど、こう実際に教えてもらう、そしてチェックもしてもらう、はい、これどう感じてますか？
私は本当にこの世の中本当に便利になったなって思ってて、本当に話のスケールがインターネットが本当にすごくて、でしかもここの夜の時間、ここの夜で日本の朝にこういうのをしてもらえるの で、ね、本当にお互いにとってなんかウィンウィンっていうか本当に助かってます、私は。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。まあ、そういうふうに、スマートエンビションアカデミーでは、事前学習のカリキュラムを設定して、でこうアメリカで完璧に、準備ができた上でアメリカに、渡米するという、まあ、方針を取っているわけです。ここで一旦 CM を挟むんですけれど、番組後半ではですね、じゃあ事前学習を終わった時にアメリカに来てどういうふうに、じゃあ実機訓練を進めていくのかとか、まあ、最終的にお二人はね、どういうパイロットを目指しているのかとか、そういう話を伺っていきたいと思います。それでは一旦コマーシャル、2分間だから、2分間なんですね。これって結構時間ちょうどいいよ。ね、もうちゃんと起きて、ちゃんと起きて、いっぱい水飲んで。聞いたの全部こっちから抜けてくる。いや、だってせっかくここに映ってるのにさ、ヒロムの存在をこう空気にしたくない。自分そう、ぼーっとしてる時に帰って毎回質問されて、やばい、どうしよう、ごめん、そう、俺の観察眼が足りじゃないか。いや、そうやってね、皆さん頑張ってるんですよ、二人。本当、睡眠不足ながら頑張ってます。そう、寝れなかったり。そうやってね、まあどんどんアメリカの生活に順応していて、僕もなのでこうね、リモートで日本の生徒を教えるのが連続した場合って、どうしてもこうね、こっちの夜メインになるんですよ、うん、日本の、アメリカの夜が日本の、まあ、午前中からお昼ぐらい、そうです、ね、まあ、ちょっと午後にかけてというか、そうしてるとね、なんかこうお昼にそればっかりになってくると、逆にね、こうお昼に起きて夕方教えて、で夜10時とかに家帰って、でなんか3時とかに寝るっていう、なんかこう熟考、いや、まあタイミングによるけど、マジ熟考師みたいな生活になってなってる時期もあって、こうそっちがメインになってる。いや、本当に助かってます、本当に。マジで熟考かよって感じだったんですけど、ね、30秒です。はい、まあ、それもこれもね、お二人はじめ皆さんがこうアメリカで成功できるように最大限の準備をしようという、そう、サポートしていただいてます。アカデミーの方針でございます。あと10秒ぐらいかな。はい、はい、FM ギノワンより収録放送、玉の花親のパイロットになろう、番組パーソナリティの金城健太郎です。本日のゲスト、エアスマートエビエーションアカデミーで、実機訓練開始前の準備過程をですね、進められています石川ひろのさん、そして内田ひろむさんにをお迎えしてお送りしております。さあ、後半はですね、こうじゃあ事前準備過程を今進めていらっしゃると、そして、じゃあその後アメリカに来た時にはどういうふうに進めるかっていう話をちょっと伺いたいんですけれど、まあ、さっき言ったように事前準備過程って、まあ、プライベートとインストルメントじゃないですか。自家用、景気飛行。で、それを、じゃあ、いざアメリカに来たときに、スッて入っていけるようにっていうことなんですけれど、はい、アメリカ来て真っ先に来たりすることって、何か予定あります？もう、すぐ、エアスマートに行って訓練を始めます。あります、はい。ちょっと求めたことで違うんですけど。でも、だから勉強は全部終わってるわけですよね。そうです、そうです。ってことは、アメリカに来て、どうですか、もう初日2日目でもうリテンテスト筆記試験受けて受かりそうですか？もう受かるぐらい頑張って勉強しようと思ってます。本当にちょっとまだ受かれるっていうのは自信ない。まだ勉強途中、はい、いやいや、そのね、事前準備過程が終わった暁にはの話なんですけれど、はい、はい、ということで、あとはメディカルとかってお二人取りました？これから取る予定あります？私はまだ取ってなくて、うん、でここアメリカで取った友達がアメリカでもいいよって言ってたので、本当は多分羽田空港とかで取って行った方がやっぱりね、安心ではあると思うんですけど、私はまだちょっと時間先、まだ5月まで時間もあるので、ちょっと様子見ながらやろうかなって考えてます。そうですよね、こうね、いざもう勉強頑張ろうって訓練始めようとなっても、はい、こう急にね、あ、もしかな、な、自分の知らなかった何かがこう、起こってたって考えるとちょっともったいないところもあるので、うん、ヒロム君どうですか？そうですね、一応
まあ、ここいいよっておすすめの場所を教えてもらったんですけど、うん、まあ、まだ実機はしばらく始めない、まあ、1月2月ぐらい始めるっていうので、うん、まあ、その訓練前に取る予定とかっていうのは今のところ特にない、ね、そうですね、まだ取る予定。あ、そうですか、わかりました、ありがとうございます。そう、そうね、なんか僕とかね、玉名さんとかがあの言ってるような場所がメディカルの先生がいるんですよね、この辺で。 あ、そうなんですね。そう、あのだから、あんまり放送で言ったらあるかもしれないですけど、結構簡単というか。あ、そうなんですか。ぜひ気軽に受けさせてくれる先生がいます。ありがとうございます。はい。ということで、じゃあ、実際、こう、渡米して、あの、筆記試験を受けて、もうすぐ受かって、はい、で、あの、じゃあ、渡米後のスケジュールなんですけれど、はい、そもそもアメリカに来ることって、あの、まあね、観光で来たりすると、もう、ちょっとしかいられないじゃないですか。もう訓練を続けるんだって、どういうビザで、どこで取得して、アメリカにいる予定ですか？まあ、ヒロム君はそれをやってるんだけど。私は日本で学生ビザをこの申請して、うんうん、で大使館とかに行って面接をして、はい、でそれでビザをもらうと、ここで勉強できるってことなので、はい、それを日本で手続きをしようかなと思ってます。ありがとうございます。そしてこっちに来て、じゃあ実際、まあもちろん実機訓練はね、ヤスマットでやってもらうと思うんですけど、うん、ただヤスマットだけじゃなくて、ね、どのビザで、の何の、他にどういうところで勉強するんですか？あ、他に CSN っていうところで大学に行くので、うんうん、それは F1 ビザは、うん、F1 ビザ、F1 ビザ、学生ビザの F1 を取って、うん、で大学とエアスマートのアカデミーと、うん、同時に2つ通うって、うんうん、このケンタロウさんがやってるみたいに同じことをしようかなって思ってます。うんうん、ということで、あの、現地のね、コミュニティカレッジですね。そうです、そうです。なので、まあ、ちょアメリカではね、すごくこう、大学の中に航空学部が併設されている大学ってのが多いんですけれど、その中でこう、航空学科のある、ラスベガスで航空学科のあるところって、実はその一つにどうしても絞られてしまうんですけれど、ただそこの大学に通いながら、その大学を、まあ、今ね、ヒロム君在籍はしてるんですけれど、うん、こう、サーティフィケートを取ることが単位になるんですか？そうですね、うん。単位になるっていうと、どうなんでしょう。うん、まだ、そこまで詳しいことは、自分であんまり理解しなくてですね。そうなんだ。そうですね。まあでも、どうなんだろう。うん。そうなんですよね。なので、CSN の、こう、次回予想、ケーキと、そして授業、コマーシャルの、この3つの、まあ、筆記試験を受けて、そして、実際のライセンス、サーティフィケートを取ってっていうのを持っていくと、それがそのまま単位になるんですよね。うん、それだけでこう、ね、一つの授業多分3単位とか4単位だから、まあ、10何単位、20単位ぐらいね。うん、まあ、そのままもう自分の訓練自体がその大学の単位になるんですよ。うん、なので、その部分は、じゃあ、あの、まあ、どこのスクールでやってもいいんですね。その、そこのコミュニティカレッジ自体では、そのスクール、あの、表記を持ったりしてないので、じゃあ現地のスクールに通ってくださいということで、でそれを、じゃあ、単位として認定して、まあ、最終的にこの学位に与えましょうということなんですけど、その部分を、なので、エアスマートでやるっていうこと。そうですね。はい、うん。ありがとうございます。で、じゃあ、どうですかね。自家用ケーキ、そして授業用、CFI も取る予定なんですよね、アメリカの企画は。そうです。CFI も取って。うん。うん、なんか CFI、うん、いいですよ。はい。そうですね。この大学に行く理由が、このやっぱり CFI として働ける OPT ビザが もらえるっていう点で、うんうんうん、私たちは大学に、まあ、本当は行かなくてもアメリカでなれるんですけど、こういうアカデミーを卒業して、フライトスクール卒業してなれるんですけど、やっぱり日本人はね、このワークパーミットが必要ってことで、そう、最初に CSN に行って、その後 OTP を、はい、OPT を使って、この CFI として働くっていう形ですよね、はいはいうん。なるほど。ありがとうございます。ということで、4つもね、資格取らないといけないと、大変ですよね。はい。ただその中で、じゃあ自家用ケーキはもう学習もしてるし、まあ、実機訓練はね、やったことをこう、実機でやんないといって感じなんですけど、まあ、一回こう手順とかそういうのをね、シミュレーターで鳴らしてたら、まあ、すぐにこう、ね、入れるだろうっていうことですよね。はい。実際私もね、そうやってやったんですけど、本当にね、3ヶ月とか短い期間で終わって取れる。大学に通いながら3ヶ月は結構大変だと思うんですよ。実機訓練だけだったら、確かにこう、ゼロからやって、2ヶ月とかそういう短い期間で取れるかもしれないんですけど、大学の授業って今、どんぐらい行ってますか？今、週とかで。週は、エビエーション、航空関係は週2で行ってます。うんうん、あと、環境とかもあるんですか？そうですね、うん。まあ、終わったんですけど、インターナショナル生は、必ず週1、うんうん、そういうインターナショナル生だけのクラスみたいなのがあって、それも行かないと、単位で、単位取らないといけないですし。ということは、もうこの2ヶ月、週3とかで帰ってたってことですよね。そうですね。そうなるとね、こう、
気訓練に当てれる時間が、そうです、やっぱ週の半分に限られてしまいますよね。まあもちろん朝とか夜とか飛び場って話なんですけど、それは体力的にね、いいですよね。あの、キャンパスと、あの、飛行場も離れてますしね。っていうことなので、ただその限られた時間の中で、じゃあ、自家用ケーキをすぐに取ろうっていうのは、やっぱり、すぐに取れるようにの事前準備過程っていうのことなんですよね。ありがとうございます。で、自家用ケーキ取り終わった後って、まあ授業用とか CFI、コマーシャルと CFI、はい、なっていくと思うんですけれど、そこでの、取得というか、まあ、よく玉田さんが言ってることは、こう、教えることは学ぶことって言ってるんですけれど、うんうんうん、こう、何か、どういうプランでというか、どういうことをしながら取得するっていうのありますか？まあ、正直私がやってるようなことをやると思うんですけれど。はい、そう、また今後、パイロットになりたい、うん、日本から、パイロットに、アメリカでパイロットになりたいっていう子たちに、また今度は私たちが教える立場として、そう、日本にいる、この訓練生たちに教えていきながら、そこの教えるっていう、ことを勉強、なんか教えるってやっぱり簡単なことじゃないと思うので、うん、そう教える難しさとか、このやっぱりもう一回飛行機にやっぱ説明するって自分がもう本当に理解しないとできないことだと思うので、そういうのをこの勉強しながらパイロットとしてこの立派に何だろう働けるように準備はしていこうと思ってます、うん、ありがとうございます。なのでこうね、いざ OPT を取得した時にはこう何かしらのインストラクターの形でこう教えるようにっていうふうにやろうと、あ、やる、されるとは思うんですけれど、まあ OPT のまずそもそもの取得要件として、まあ1年間フルタームで学習した以上の、1年間以上のこのフルタームで学習した、上で何かこう、デグリーを取る、まあもちろん卒率でもいいですし、サティフィケートアチーブメントでも、こう、まあ、学士じゃなくても、バチラーじゃなくても、その前のね、やつでも、まあ、それをプログラムを終了して、かつ1年間以上学習してたら、OPT が取得の申請ができるということなんですけれど、ということは、最短で1年ですよね。まあ、もちろん、学習の分散の仕方によっては1年、1年半とかにもできるかもしれないんですけど、その1年っていう短いスパンの中で、プライベート、インストルメント、コマーシャル、CFI、どうですか？できそうですか？正直ここに来てみてね、本当に難しそうですよね。そう、やっぱりアメリカ人の人にも言ったんですよ。私は取らないとちょっと働けないんだよねって言ったら、本当にみたいな、天気とかもあるし、やっぱり難しいかもしれないけど、やっぱりできないことはないよって言ってくれたんで、かなりハードスケジュールになりますよね。そうですよね。私もね、1年でやろうと思って1年半とかするのかかっちゃった、あれなんですけれど、まあ、その中でこう、もし1年で終わらなかった場合のなんかプラン B みたいなのって、その中でありますか？もちろん期間を延ばすっていうのも一つの手段だと思うんですけれど、私はまだなんかそこも終わらせどうっていう気持ちでやってるんで、まだ考えてないんですけど、そう、正直もう本当になかできなくて、だから昨日もこの聞いたんですよ、このもし、このやっぱり訓練する中で飛行機とかがダウンする時もあるので、他の訓練校でまた勉強できるのかっていうのを聞いたんですよ。そしたらやっぱりもう自分はここで勉強するっていうのはこのフライトスクールでしか勉強できないので、だから他のスクールに行って飛行機を借りてやるってことはできないから、やっぱり自分がこの友達とかが飛行機持ってたらその飛行機を借りて、やっぱりもう本当にこの体で覚えるのがそう大事って言われたので、期間を空けないことが大事って言われたので、結構このコンスタントでなんかこの継続的にできるような環境を作っていきたいなって自分の中で思ってます。はい、ありがとうございます。まあ、そういうことでね、こんな感じで、こう、まあ、そのための事前、今ね、事前学習でもありますもんね、こう、短い期間でお会いするようにね、ということで、はい、ありがとうございます。じゃあ、最後にですね、お二人の、こう、まあ、最終目標というか、もちろん、今、ヤスマットエビションアカデミーの、こう、コースとしては、まずは、こう、教官、ヤスマットエビションアカデミーで教官になっていただいて、そこで、こう、経験をつけて、そして飛行時間を貯めて、その上で、まあ、500時間とか貯まったら、ファーストオフィサーに挑戦できる、環境があるよっていうことで、チャーターの方の副操縦士、そして、まあ、もちろんね、残り続ければゆくゆくは、エアスマートのキャプテンってなると思うんですけれど、じゃあ、エアスマートで終わるのか、あるいはその先何か考えてることとかってお二人、まあ、今は全然ちょっと夢物語かもしれないんですけれど、何か思い描いてる未来ってありますか？もともと日本にいた時は本当にエアラインパイロットっていうのしか頭になかったんで、エアラインパイロットに絶対なりたいと思ってたんですけど、やっぱりここに来てみて、本当にアメリカっていろんなチャンスがあって、いろんなこのパイロットの種類があるっていうことに気づいて、本当にここに来てからいろんなパイロットに会って、自分には何があって、どういうパイロットが、パイロットとしては絶対働きたいので、どういうパイロットが
向いてるかとか、やっぱりライフスタイルとかもあるんで、そういうのをこの模索しながら自分がなりたいことをなんか見つけていきたいなって思います。まだはっきりはしてません。ヒロム君はどうですか？私もまあひなさんと同じ感じで、まあ、最初はエアライン行きたくて、まあ、ずっと その一択だったんですけど、うん、まあ、こっちに来てからまあチャーターとか、まあ、いろんな会社があるということで、うん、他の選択肢もありかなとちょっと考えています。うん、まあ、こうやっぱりあの、まあ、特にこう海外ではね、あのキャリアのこうステップアップというか、あのまずはこうやって CFI とかで運営して、で、まあ、チャーターとか、そういうパートナー35とか、あるいは、まあ、91でもそういう業務で働いて、で、その先になんかエアラインがあるみたいな感じですね。うん、エアラインももちろん、そのね、あのメジャーだけじゃなくて、こう、あの、ね、あの、いろいろあると思うんですけど、こう、LCC とか、うん、あとは、コミュニターじゃないっていうんだっけ、リジナルとかね、はいはい、まあ、いろいろあると思うんですけど、でその先になんかこう、こうね、レガシーとかそういうのがあるっていう、そうですね、まあ、そんなイメージになってると思うんですけど、実際こう、エアスマートにいて、あの、まあ、ひなのちゃんは、あの、まあ、あの、こう、いろんなね、こっちが、正直こっちが一方的にやってる情報で、Facebook の投稿とかで見てると思うんですけれど、あの、結構早いですよね、パイロットに入れ替わりが。エアスマートでこう、そうですね、訓練して、じゃあそこから先違うチャーターに行ったり、もうエアラインに行ったりとかっていう人もいるじゃないですか。うん、まあ、現に玉野さんとか、あの、前のサミ社長もそうですし、それ以外のこう、まあ、安本だけじゃなくてもですね、正直私はこの周りのスクールでね、あの、インストラクターとか、他の仕事をこう、一生懸命頑張って、で、エアラインに受かったみたいな。私をやって、の、ケーキ、取得した時に訓練してくれた、教官二人とも最近エアラインで今訓練始めたりしてるんですけれど、やっぱりそうやってこう、まあ、選択肢がこう、なんていうんですかね、一つに縛れることなく、いろいろ今見てる状態って感じですかね、うん、二人は。そうです。うん、まあ、その中でこう、いろいろ見つけていけるといいかな。はい、あると思うんですけれど、まあ、ということは、でもアメリカとかね、海外に残るほど視野に入れてると思うんですけど、アメリカに残る時の、まあ、まあ、ビザというか、その、うん、残るその滞在の資格、どういうふうに考えてますか？まあ、そうです、まあ、さっき言ったように、最初は OPT なので、うん、まあ、働いて、はい、そう、あんままだ深くは考えていないんですけども。そうです、もし、まあ、OPT を切れて、まだそういうグリーンカードとかの申請が通ってないとかでしたら、まあ、一回日本に帰って、就労ビザを逆に取って、またこっちに戻ってくるなども視野に入れたり。OPT をこうやりながら就労ビザを取得するっていうことも、でも考えられますよね。うんうん。なので、あのアメリカにいる間にこういろいろね、あのまあ、もちろん安マートでもサポートできるところあると思うんですけれど、それ以外のところ、安マートに限らずですね、こうね、就労ビザにつながっていく。ところが、あの、をこう探していって、で、自分のこう、技量を上げていってね、うん、あの、そこにこう、雇ってもらいたい人材っていうのをうまくアピールできるといいんじゃないかなと思うんですけど、うん、一方で、日野さんはどうですか？また違った角度からも考えているんですよ、ね。はい、私はね、いろいろもう考えてて、やっぱりグリーンカードとこのビザがないと働けないってことで、そういろんな人にどうやってビザを取ったのっていうのを、この外国人の方に聞いて、で、いろんな本当に方法があって、やっぱ結婚とか、本当に、うん、あの、また別のこの職種で探して、この別の仕事で働いちんでグリーンカードをもらってからパイロットになるっていう方もいたので、ね、そう、本当にいろんなこの方法があるなって思ってて、やっぱり時間をかければね、取れるけど、やっぱり私はもう早めにパイロットとして働きたいっていう気持ちもあるんで、本当に、そう、それがちょっと今、本当に今は本当にビザの大変さを感じてるところです。うん、アメリカの男性はどうですか？アメリカの男性も本当に私は本当にずっとアメリカ人と結婚したかったんで、本当にいい人いたら教えてくださいとか、冗談ですけど、本当に。番組通して募集しちゃってますけど。本当にそう、いつか、まあ本当にアメリカ人だけこの結婚に頼るのは本当にしたくないんで、自分で取るっていう形で、その中でいい人で出会ったらまあそうですけど、うん、自分でどうにか取れる方法がないか、今本当にいろんな人に聞きながらやってるところです。うん、ありがとうございます。最後にですね、こう、じゃあ将来プロパイロットになれたとして、はい、こう、やりたいこと、還元したいこと、何か短く、すみません、一言ずつであれなんですけど、ありますか？やっぱり、一番以上、本当に親孝行と、あとこの日本、うん、日本のこの、やっぱり私は女性ってことなんで、うん、日本の女の子に何かこの勇気を与えられたり、うんうん、もっとアメリカに来て、私もパイロットになりたいっていう女の子をなんか、増やしたいっていうか、うんうんうん、そういうことを私は考えてます。ああ、いいですね。ヒロム君は何かありますか？同じ感じで、うん、まあ、まず親孝行、まあ、いろいろ海外とか、うん、お金かかるんでね、うん、そうですね、返していきたいのと、うん、あとは結構パイロットって、まあ、
日本で諦めてもこっち来ればすぐ、まあ、あれ言っちゃあれですけど、うん、まあ、簡単ではないですけど、努力すれば、これはちょっと語弊がないんで、簡単ではない。努力すれば誰でもなれるんだよ、日本で諦めて。チャンスはありますね。チャンスがあるよということですね。ありがとうございます。といったところで、そろそろ、お別れのお時間が来てしまいました。FM 宜野湾より収録放送でお届けしてきました、玉那覇直也のパイロットになろう。この番組は、エアスマートエビエーションアカデミー、見える本質、見える本チャンネル、以上3社の提供でお送りしました。この番組のアーカイブは、FM 宜野湾の YouTube、あるいはツイキャスにてご視聴いただけます。玉那覇直也のパイロットになろうで検索をしてください。それでは皆様、本日とも1時間ね、長かったですけれど、はい、最後の最後までお付き合いくださいまして、誠にありがとうございました。司会は私、スポーツパイロット教官の金城健太郎。ゲストはですね、エアスマートエビエーションアカデミーで時期開始前の準備過程を進めていらっしゃいます石川ひなのさん、そして内田博文くんにお越しいただきました。また来週木曜11時にお目にかかりましょう。それでは皆さん、さようなら。ありがとう。